もう取られてるんですよ、外国人たち。このまま取られていたら日本がなくなってしまいます。株を取られ、会社を乗っ取られ、土地を乗っ取られ、資源も取られて、もう日本じゃなくなっちゃう。これを進めていたのが橋本徹さんという人間です。彼は一見50代からいけるように見えるけど、吉村さんと松井さんたちが安い人形で動いてるだけでしょ。これを変えないと、ここをちゃんと変えないといけない。ですから皆さん、今日この瞬間から自分が自分の人生の主役だと思ってちゃんと演じ切ってください。習い性となすという言葉があります。それをやってやり抜いてやりきったら、それがその人の性格だった。昨日までは遅刻ばっかりやっていた人間で、時間にだらしない人間、私は時間にだらしないんだけども、でも死ぬまで今日からは時間を守ると言ったら、それで死んだらその人は時間を守る人間という性格で亡くなるんです。ですから我々は今日からこの大阪を救う、日本を取り戻す、そういう性格になるんですよ。そしてこれを演じ切るんですよ。そうしないともう誰もやってくれないから、自分たちがヒーローになって、そして人生を演じ切って、人生が終わった時に、あ、生まれてきてよかった、やれることは全部やったんだと、何の悔いもない、私は自分の人生を生き抜いたんです。そしてきちんとバトンを子供たちに渡したんです。もしかしたらこの13年間分の負債は13年では取り戻せない可能性があります。これだけ壊しきってしまったんだから、なくなったものっていうのを作るのはゼロからですけども、なくすのは1日でもできるんです。時間がかかりますよ皆さん。でも諦めたら終わりですよ。諦めた瞬間に可能性は 0% ですけども、諦めなければ治る可能性はある。いや、治すんです。絶対に治す。絶対に取り戻す。そういう思いで、これからの人生皆さん、一緒に生きていこうと思いませんか？この教育の問題もとっても大きいです。ですから、国語算数理科社会ができるのが優秀な人間だ、今ね、そういう制度に大阪がなろうとしてるんですよ。だから違います。教育って何ですか？国語算数理科社会ができることですか？成績がいいことですか？子供がたくさん増えるのがいいことなんですか？そういう子供は違うでしょう。教育っていうのは人を作ること、国家を作ることです。それがこの30年間まさに教育が失われていて、最後の最後はですよ。その3年経ちました。この時入学した中学校1年生、高校1年生はついにマスクを装着して、入学してマスクを装着したまま卒業するんです。どっかの都知事は3月13日からマスクは外せるけども、生徒は外していいけども父兄や教師はつけとけ。そんなに都合のいいもんなんですか？どうして子供たちだけ浮かんだ映らなくて先生はしなきゃいけない？校歌を歌うときは唾が飛ぶから口だけパクパクしてろと。そんなバカなことが、これが一体教育なんですか？教育っていうのは国を作ることだから、まず大和魂をちゃんと教えなきゃいけない。そのためにはみんなが仲良くなきゃいけない。人間関係の基本っていうのは夫婦です。夫婦っていうのは男と女です。夫婦っていうのはまず性が違う、生まれも育ちも遺伝子も違う。その人たちが仲良くなって、まず人間関係というのを作ると。そして子供が生まれる。子供はその夫婦を見て育ちます。
良くも悪くもお父さんとお母さんの影響を受ける。だからまずは夫婦仲良くせよと。そして夫婦が仲良いのを見たら子供は親を尊敬しろ。育ててやってるからじゃない、お父さんとお母さんから命をもらったからです。そのお父さんとお母さんもお父さんとお母さんから命をもらったからです。そして子供たちは仲良くしなさい。仲良くしたら一生懸命勉強しなさい。何のために勉強するんですか。それはこのお父さんお母さんおじいさんおばあさんご先祖さんのもらった日本を守るため、良くするためです。だから勉強しなさい。そして勉強して強い人間、地位の高い人間、お金のある人間になったら、その地位や名誉やお金や自分のためには絶対使ってはいけない。困ってる人のために使いなさい。そしてもしもこの国が国難になった時はちゃんとこの国を守る勇気のある人間になりなさい。こう書いてあるのが教育条項です。現代語に直すとこう書いてあります。これのどこが軍国主義なんですか。日本の歴史をただ書いてあるだけじゃないですか。今国難ですよ。国難の時はどうするって教育条項に書いてあるんですか。戦うんですよ。戦うって同情することですか。日本を壊した人から政治の場から去っていただくことですよ。どうじゃないですか。今のこのような全員から足りなくなったら学校を廃止するようなことをしていたら生徒だってやる気がなくなるでしょ。さっき言ったように、伊沢さんが言ったように学校っていうのは別に教育をする、お坊さんと教えるだけの場所がないんですよ。避難所であるだけでもないんですよ。その子供たちだってそう、そこにいるからちゃんと仲間ができるわけでしょ。皆さん自分たちが通った小学校や中学校がなくなったら悲しくないですか。そこは友達を作ったりとか遊んだりとか喧嘩したりとかいろんな人生を学ぶ、まさに人生を学ぶ場所なんですよ。そこを公立だけでどんどん廃校にしてお金をその分教育の無料化に回す。その教育の無料化に回すって一体何なんですか。教育っていうのは無料にすればいいんですか。給食も無料にすればいいんですか。そういうことをやってうまくいった試しってないんですよ。ちゃんとお金を払ってる分仕事をしてもらうってそれでいいじゃないですか。ある政党は給食を無料化にすると言ってますけども、そういうことをするとどん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 食材が危険になっていくんですよ。安くて悪いものになる。むしろ多少ね、負担が1ヶ月何百円増えてもいいから安全でちゃんと子供が成長して物を考えることになるような食べ物を与えてあげる方が大事でしょ。先ほど言いましたけどね、政治がやらなきゃいけないことの一つ脅威ですね。こういうことをきちんと府として直していく。もう不当に減らされた教職員の数も元に戻さない。公務員の数もそうですよ。もともと市役所の、市役所員の厚遇問題って皆さん覚えてますよね。みなし残業したりとかサービス残業したりとかそういうのがおかしいって言って改革するって言ったのに、そこじゃないじゃないですか。改革してるところは人が死ぬところを改革してるじゃないですか。これをですから直してぜひいい大阪にして日本をぜひ取り戻しましょう。ではですね、ぜひともですねこの参政党を、知っていただいて、ぜひ参政党に入れる方は入党してください。これ別にですね党を選定してるんじゃないんです。なぜ参政党に入っていただきたいかと申し上げます。参政党は毎朝音声メルマガといって皆さんに情報をお伝えしています。政治で一番大事なのはその選ぶ時の根拠なんです。そうじゃないと選択肢ができなくなってるんです。私は嘘をついたり騙したりするのが大嫌いですけども、そういう偽の情報とか嘘の情報とか隠蔽されてることっていうのがあったら投票行動として正しい投票行動ができないんです。なので毎朝約10分間から15分間ぐらい音声メルマガっていうのを出しています。これは政治の問題だけじゃないです。財政の問題、金融の問題、医療の問題、教育の問題、憲法の問題、電力の問題、こういう問題をたくさん、いろんな指揮者がスピーチしてくれています。抗議になってます。私も大変なんですけども
毎月10本ぐらいは録音しています。それが朝流れてきます。これ今日も流れてますけど、日曜日でもお正月でもその情報が入ってきます。でこのメルマガの会員になるだけでしたらたった1000円です。1000円で皆さんちゃんと情報が入ります。それでもしもこの情報が面白くないっていうんだったらやめていただいても構いませんけども、ぜひともですね、正しい情報を耳に入れるようにしてください。そしてそこで皆さんのちゃんと大和魂を持った正しい判断を使ってください。お金のことじゃない、地位や名誉のことじゃない、自分さえ受ければいいってことじゃない。日本人はそんな民族じゃないはずです。皆さんが正しい判断をすると、そして早く参政党のような政党が日本にたくさんできて、そしてその参政党の政党同士が切磋琢磨してこの日本を良くしていきたいというふうに思いますが、現時点では日本に参政党しかないですね。ぜひ参政党に入っていただいて、仲間になっていただいて、そこで同じような考え方を持つ、自分たちの祖先が大事で、自分たちの子孫も大事で、そして正しい心を持っていく、こういう同志を見つけてください。そしてぜひこの大阪府知事選、そしてその後の統一地方選、皆さんが正しい投票行動、そして正しい選択肢が選べるようにぜひとも学んでいただきたいと思います。勉強は子供だけがするものじゃありません。大人になったら勉強は自分から掴みに行くものです。誰かが教えてもらえるものじゃないですから、ぜひ正しい情報を持ってこの選挙に皆さんも臨んでいただきたいと思います。長い時間ですけど、どうもご清聴ありがとうございました。